先ほど Amazon から2440円で買ったアクションカメラが届きました。この値段で買えたことをとても嬉しいです。ありがとうございます。でですね、とりあえずもう開けてみたんですけども、ケースは今撮ってるのは M80 Pro で撮ってます。 M80 Proとは全然違って、入れ物がすごいちっちゃい、ちっちゃくて、ケースはないですね。M80 はこうやってケース付きだったけど、これはケースはないですね。あと入ってるものは基本的には同じ感じだった。ただこの防水ケースっていうの、防水ケースの蓋がおまけで1個ついてる。これおまけっているのかなって感じ。あと説明通りのバッテリーのクレードルと、これカメラと取説は日本語も書いてありました。あといろんなこう枠で止めるやつとか、いろんなこういう固定するやつは中華カム、これ USB かな、中華カムにはいつもの通りだと思うんですけど、いっぱい入ってました。これスペアのバッテリーもついてました。自転車のやつとか、あと、これホルダーの貼るやつ。これリモコンもついてましたね。で、カメラ本体は、ピントが合ってないかな、こっちに後ろにピントが合っちゃってるかもしれないけど、カメラ本体これ M80 ずっと液晶を見ながら撮ってるんだけど、画面が途中で消えてしまうんですよね。なんででしょうか。でも一度電源ボタン押すと画面が出るので、画面見ながらまた撮ってます。ちょっとこっちの新しいやつの電源入れます。電源はここかな、電源これだ。後ろの箱にピントが合っちゃって、でまた画面が消えたんでスイッチオン。近いとピントが合わないのかな、よくわかんない。ズームも特にないもんね。まあいいか。とりあえず電源入れてみます。電源入りました。あ、やべ。全然ピントが合ってないような気がするんだよな、これ。こっちの箱の 4K っていう数字はすごくはっきり見えてる。で、画面が M80 に比べて液晶がものすごく綺麗で見やすいです。でもちょっと黄ばんで見えるかもしれないな。でもだいぶ見やすい。ちょっとピントが合ってないから、この映像だとわかんないかもしれないけど。ちょっと期待できます。ありがとうございます。とりあえずこれであと取説読んで、説明書読んで使い方を見て、ちょっと撮影したいと思います。撮影いつになるかわからないですけど、とりあえず開封して中身見ました。じゃあまた。